時の流れから取り残されたみたい。足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。調べてみよう。これは。なんてこと。トルガル、クライブ、あいつは、あいつは真実を握ってる、追うんだ。どこへ行った？隠れる場所なんて。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃああの日ジョシュアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。しかし奴はどこへ？この扉の向こう。まさかフェニックスはもういないんだぞ。フェニックスの祝福。クライブ。ああ、行こう。あれは。さっきと同じ仕掛けか。
明の遺跡。どこの遺跡も朽ちているのに、こんなにも形が残ったままだなんて。こんなところに通じてたなんて。なんだ。それだけじゃないわ。この遺跡自体がまだ動いているのよ。先へ進んでみよう。
ジョシュアはいつもこんなところを。いや、そんな話は聞いたことがない。ここは招かれざる者の道なんだろう。また動いた。一体どこへ。侵入者を出迎える罠か、あるいはあの男はここまで来たんだろうか。それを知るにも、もっと奥に進んでみるしかないの。今度は何なの？
止まったか。こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。遺跡荒らしと思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。ジル、あれを。あれは何かの壁画かしら。近くまで行ってみよう。異物でもない。こんな奴がいるなんて。
何か意味があるのかしら。 遺跡の仕掛けなのか。 これを渡れってことか。そのようね。どうやら行き止まりだ。 クライブ、これっていつの時代のものかしら。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。中央にいるのは神様ってとこか。ならここが典型の間。 これはあの日の。
やめろ。ダメだ。やめろ。ジョシュアは俺を頼ってくれた。祝福を授け、僕を守ってって。守らなきゃならなかった、あの日も。兄さん、ジョシュア、すまない、ジョシュア、守ってやれなくて。ジョシュアは死んだ。俺が殺した。そうやって言葉にすることで、どこかで他人事のようにこの事実を受け入れてしまえば、思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。お前は受け入れられるのか。ああ、簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシュアへのせめてもの償いだから。前へ進む。Come on!
け入れたくないよな。この今だって逃げ出したくなる。それでも俺は。心配か。大丈夫、逃げたりしないさ。前へ進むと決めたんだ。Come on!
とお前は俺だ。クライブ？どうしたの？ジル。なんでもない。大丈夫だ。もう逃げはしない。ここに奴はいないようだ。一旦外へ出よう。クライブ、どこか具合でも悪いの？さっきから少し変よ。君にどう伝えようか考えてた。俺は自分が火のドミナントだと分かってからも、その事実から逃げ続けていた。だけどここへ来て、ようやく受け入れることができたよ。フェニックスゲートを焼き尽くし、ジョシアを殺した火の召喚獣。あれは間違いなく俺だった。クライブ。いや、それだけじゃない。君やみんなの人生を狂わせた。この罪は償わなければならない。だけど知りたいんだ。なぜ火の召喚獣が2体もいるのか。なぜそれが俺に宿ったのか。そして消えたローブ姿の男、奴が何者か。真実が知りたい。俺が生かされた意味がそこにあるように思う。
ええ、探しましょう、二人で。私も真実を知りたい。償うのはそれからだって遅くないわ。強いな、ジルは。君にはいつも励まされる。どんなに苦しくても、まっすぐに前だけを見て。昔から変わってない。いいえ、私は変わったわ。あの頃のままではいられない。そんなこと決して許されない。でもね、だからこそ分かり合える。ありがとう、ジル。なぜここに。あの時の違和感はこれだったのか。まずい、このままでは奴に。誰だ、誰が一体こんなことをしやがったんだ。ウォールドの使いによれば、シドの一味の仕業とのことで。おとなしくしていたか、見逃してやったものを。よくもあのネズミザモメが。探し出せ、苦しめて、苦しめて、苦しませ続けて、奴らを一匹残らず首に殺してやる。誰一人として逃がすな。行け、行け。ただちに。Mm-hmm.